よし、後輩くん、少し休憩にしよっか。あまり根を詰めても逆効果だしね。ってことで、ほら、お姉さんのお膝においで。っていうか、来い。素直に膝枕されて、偉いぞ。今日はとっても頑張ったから。お姉さんがご褒美に耳かきをしてあげよう。遠慮しないでいいさ。今日は両親も帰ってこないし。たっぷり癒してあげるからね。最初は、綿棒で。
そろ。